この2機の輸送機は、これは諸君の生命よりも優先される。それは、どうかね。俺なんかカナメちゃんがピンチになったら任務蹴飛ばしてヒーローしちゃうよ。センサーには反応なかったぞ。まさかエージェントが高校生とはな。さすがの俺も騙されたよ。昔の負傷で頭蓋骨にチタンの板が埋め込んであったもんでね。知らないみたいだな。だがもう教えてやらんよ。あれは？全員窓から離れろ。我々は国連の救出部隊です。誰一人として置き去りにはしません。それとも完全にこっちを。早くソウスケたちを連れてきな。指入れないでよ。カナちゃん大丈夫かな。オシタイガー、フルツやソウスケを捜索している時間はない。手はずつめれば了解。やめ、野郎もいるのか。ねえ、少し休もうよ。ああ。相良君、その傷。自然な反応だ。君から見れば、確かにこれは。魔王総長、君は格納庫で待機のはずだ。お願いです。2時間。いつもそうなのね。どうしてそんなに冷徹でいられるんですか。この後、私が数分間だけ浮上時間をひねり出せたら。至近距離に誘い込んで57ミリをぶち込んでやった。スッキレバってこんな見晴らしのいいとこを堂々と歩いていったら、それってこの通信機を持って海岸へ向かえ。まだ分かってないみたいね。様々な状況を想定し、その中で最善と思われる策を選んだ。相良君、さっき俺を信じてくれって言ったよね。千鳥、相良君、お前のプランは却下だね。しかし、むしろ俺はカナメちゃんの作戦を支持するね。偵察衛星、カナメちゃん、君って最高だ。やってみる価値はあるだろう。肯定だ。どうして君が狙われているのかは何も知らされていない。そう、いろんな文字がね、どんどん入れ替わっていくの。椎間板ダンパーの基本素材だとか。そんなこと言われても。一体どこでそんな知識を得たの。カナメ、いいかカナメ、
もうこの件を考えるのはよそう。今のことは全部忘れ。そんなことないわ。あなたは立派よ。何があったんだ？俺はただ君たちの前から消え去るだけだ。ちょうどあんたたちみたいな。どうなる？え？そいつら最後はどうなるんだ？ほんじゃ行きますか。待て！誰が乗ってるんだ？マウカ！0430時から1分間沿岸に浮上する。1分で片付けるぞ。ラジャー落ちて、敵はたった1機だ。そっちだ。サガラ君。どっちが優勢なの？何？不発？彼は使い方を分かってない。ダメ！おい！それに装置が反応したの。あなたの心の中の強いイメージが形になるのよ。逆襲だってできるわ。強く念じて相手をやっつけてやるって思うの。こう使うんだ。いい、相良君、大切なのは集中力なの。深呼吸して。あいつはそうしようとしてるの。そんなことが許せるの？あんたはくたばる芝居だ。うん、イメージを。カラメちゃん、海だぜ。ECS やこの船の推進システムなど、どれをとっても発達しすぎている。情報部が偽情報を流すことになった。ここは、あなたは？ここは東京の病院。あなたたちは一体？私たちはミスリル。カナちゃん！私があの時代わりに連れて行かれるべきだったのよ。俺は見舞いに来たんだ。土産もほら、この通り。朝だ、ふえ。起きて、ふえ。千鳥さん。ん？ああ、おはよう。ま、どうも今日は妙な視線を感じるのよね。助けて！無謀にも警告を無視したばかりか。はあ、私って汚れちゃった。ラブラブ？あの子誰？そう、水木。うん、理解できん。この憂鬱な気分は何？何？黄金習慣だと。だったら何よ。これから一夜漬けするのよ。私のうちに男子なんか止めたらパパに殺されるわ。これくらいの償いは当然じゃない？それはただの逆恨み。偵察と爆破、および AS の操縦だ。ねえねえ、白井くん、次はどこに遊びに行こうか。それじゃあね、白井くん、私のこと好き？何言ってるのよ。そう、あ、この子は友達の要。はあ、こんな俺だが、水木はかけがえのない恋人だ。彼女は素晴らしい。白井さんって上手なんですよね。
よう、水木、こんなとこで何してんだ？白井君。え？